山本は素晴らしいよ。ただ一つ気にかかるのは、ドジャースとの再契約が決まったレジェンド、カーショー投手の言葉です。2014年に MVP とサイ・ヤング賞を同時に受賞するなど、ドジャースだけでなくメジャーリーグを代表する左腕として活躍を続けてきたカーショー投手ですが、山本由伸投手のピッチングを大絶賛しています。山本由伸投手の独自のトレーニング方法やピッチング理論を絶賛しています。本日はキャンプ2日目の山本由伸投手とカーショー投手が山本投手を絶賛する理由をお伝えしていきます。ぜひ最後までご覧くださいませ。異次元補強のドジャースがカーショーと再契約。ドジャースはサイ・ヤング賞を3度受賞した名左腕クレイトン・カーショーとの再契約を正式に発表しました。過去2シーズンは1年契約で残留していましたが、今回の契約には2025年シーズンの選手オプションが付属し、カーショーには2年間の契約が保証されています。現在35歳のカーショーは昨季終了後に左肩の手術を受け、今季の前半戦は投げられません。戦列復帰は夏頃を予定しており、ニューヨークポストのジョエル・シャーマン記者によると、登板数に応じた出来高が設けられているようです。カーショーは2014年に MVP とサイ・ヤング賞を同時受賞するなど、ドジャースだけでなくメジャーリーグを代表する左腕として活躍してきました。昨季までの16シーズンで通算210勝92敗、防御率 2.48、 2944奪三振をマークし、最多勝3度、最優秀防御率5度、最多奪三振3度と数々のタイトルを獲得しました。2011年には投手三冠を達成しています。近年は稼働率が低下していますが、昨季はチーム最多の131回3分の2を投げ、13勝5敗、防御率 2.46 と負けないエースの地位を保っていました。シャーマン記者によると、カーショーの今季の年俸は500万ドルです。6から10試合に先発することで、最大750万ドルの出来高を得られるとのことです。2025年シーズンの選手オプションも年俸500万ドルですが、今季獲得した出来高が来季の年俸にも反映される仕組みとなっており、さらに2025年シーズン用の出来高も設けられています。そのため、2025年シーズンは最大で2500万ドルを得られる可能性があります。よって、カーショーは最大で今季1250万ドル、来季2500万ドル、2年間で3750万ドルを獲得するチャンスがあるとされています。ドジャース一筋でメジャー17年目のシーズンを迎えるカーショーは、夏場に復帰してチームのラストスパートに勢いをもたらす役割を担う予定です。もし復帰後に結果を残せば、ポストシーズンでも重要な試合の先発を任される可能性があります。前にも言ったけれど、平均的な選手にはなりたくない。投げるためだけに投げたくないんだ。いい選手でい続けたい。チームに貢献し続けたい。とカーショーは述べています。左肩の手術からの復活を遂げることができるかどうか、期待が集まっています。一方で、カーショーとの再契約のニュースは移籍1年目を迎える大谷翔平投手と山本由伸投手にとって大きな吉報となりました。すでに大谷、ムーキー・ベッツ、フリーマンの MVP トリオが注目されていた中、2014年の MVP を獲得したカーショーの加入により MVP カルテットが誕生しました。 MVP 経験者が同一チームに4人所属するのは2021年と2022年のドジャースなどに続き史上6チーム目となります。キャンプイン前日の8日にはメディアの取材に対応したカーショー投手は大谷選手について、全ての関心は24/7にわたって翔平に注がれる。彼はそれに対応できるだけの頭脳の持ち主だ。他の選手にも良い影響を与えるだろうと評価しました。そして、正直このオフシーズンの補強は見ていても素晴らしかった。今シーズンのチームはこれまでで最高のタレントだと、大谷選手を筆頭に最速101マイルの速球を投げるグラスノー投手、メジャー通算159本塁打のヘルナンデスが加わった強力なチーム構成を喜んでいます。カーショーが大谷フィーバーを歓迎。クレイトン・カーショー投手が大谷フィーバーについて言及し、チームにとって良いことと歓迎する理由を米国の記者に語りました。大谷翔平選手を追って多数の報道陣が集まったスプリングトレーニング初日、通算210勝3度のサイ・ヤング賞受賞者であるカーショーも17年目のキャンプを迎えています。米カリフォルニア州地元紙
ロサンゼルスタイムズのドジャース担当記者ジャック・ハリスはカーショーの言葉を自身の X で紹介しました。大谷選手について尋ねられた際、カーショーは少し話したよ、彼のことをよく知っているわけではないが頭の回転が速いようだと印象を述べました。大谷フィーバーの加熱に懸念する声もありますが、同僚となるカーショーは他の選手たちにとっても良い影響があると予想しています。ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマン、彼ら自身もスーパースターだけど、注目は四六時中小兵に向かうことになる。これまで見てきたことを考えると彼はそれに対処できるだろうし、私たちのチームにとって良いことになるはずだと述べています。18年ア・リーグ MVP のベッツ外野手、20年ナ・リーグ MVP のフリーマン内野手など多くのスターを擁するドジャースですが、大谷選手の注目度は別格です。同僚のマックス・マンシー内野手が米野球専門ポッドキャスト番組ファウルテリトリーに出演した際もファンフェスタでの大谷選手の様子を振り返り、30人ぐらいのセキュリティが周りにいた、カーショーでもそういうことは一度もなかったと異例の状況を強調していました。カーショーが山本を絶賛、通算210勝の実績を持つクレイトン・カーショー投手は山本投手を絶賛していました。彼のメカニックは本当に興味深い、本当に流れるような投げ方だし、本当に彼の投げ方が好きだとカーショーは話します。山本の身長178センチはメジャーの投手としては大きくないが、剛球を投じられる要因を本当に体幹が強いんだと思う、身長が関係あるかわからないけど非常に効率的に投げることができている、メカニックに無駄がない、足の上げ方というより体重の比率配分だ、体重移動が本当にうまいということは運動神経も抜群だ、ただ一つだけ忠告するとすればあの体で負担は大きいと思うので怪我だけは気をつけるように言いたいねと説明しました。さらに山本のトレーニング方法であるやり投げトレについても知っていることを明かしました。オフシーズンに初めて左肩の手術を受け、夏頃の復帰を目指す35歳のカーショーは山本のビデオを見たと話し、復帰するためにやり投げを学ぶ必要があるねとコメントしました。これは25歳の右腕である山本について情報収集していることの証拠です。山本は独自のトレーニング方法で日本の野球界屈指の右腕に成長しました。そのトレーニングの一つにジャベリックスローと呼ばれるやり投げのような器具を使用する方法があります。このトレーニングは体全体を使って行い、山本はそれを美しく遠くに投げることができます。この異色のトレーニング方法は日本の野球界の他の選手にも広がっています。カーショー自身も厳しいトレーニングを通じてメジャーリーグの頂点に立った経験を持っています。山本のような独自のトレーニング方法はやり投げトレに限らず、ベテランの左腕であるカーショーの探求心を刺激する可能性があります。早く彼が投げるのを見たいし楽しみにしているとカーショーは述べています。カーショーの与える影響、安定感抜群のカーショー選手がいるということはドジャースにとって非常に大きいでしょう。またドジャースの選手たちは若手が多く、経験豊富なカーショー選手のアドバイスが生きるだけでなく、野球選手としての姿勢も見本になるでしょう。ロサンゼルスの地元記者やカメラマンはカーショー選手について、晴れの日でも先頭に立ってチームを引っ張っています、また結果の出なかった時にメディアに叩かれても気にしません、それが一流プレイヤーの宿命であるかのように受け止める器の大きさがありますと話しています。またカーショー選手は2011年シーズンからホープスホームという社会貢献事業を行っており、その貢献も評価されています。さらにカーショー選手は共にプレーした元広島カープの黒田博樹を尊敬しており、日本人選手に対してよく気を使ってくれます。過去にはリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた時、クラブハウスでシャンパンファイトが行われると前田健太選手とダルビッシュ有選手の名前を呼び、本当にありがとう、素晴らしいチームメイトだよと感謝を伝えていました。この時前田選手は加入2年目、ダルビッシュ選手は3ヶ月足らずで、カーショー選手の声かけは所属期間のまだ短い2人を気遣ってのものでした。またダルビッシュ選手がワールドシリーズで2敗し、メディアやファンから罵倒されていた時もカーショー選手は、ダルビッシュは素晴らしい選手です、チームのために頑張ってくれましたと擁護していました。カーショー選手の存在は
ドジャースに新加入する大谷選手や山本選手にもいい影響を与えてくれることでしょう。カーショーの驚くべき人間性。カーショーの凄さは野球の実力だけではありません。ロサンゼルスの地元記者やカメラマンの話によると、カーショーは登板のない日でも先頭に立ってチームを鼓舞するように懸命に応援しているようです。また結果の出なかった時にメディアに叩かれ、酷評されても気にしない、それが一流プレイヤーの宿命であるかのように受け止める器の大きさがあるといいます。そういった人格があるから、チームメイト、首脳陣から絶大な信頼を得られるのでしょう。ドジャースで共にプレーしたことのある元広島カープの黒田博樹氏を尊敬していたということからか、日本人選手に対してもよく気を配っていました。他にもカーショーは慈善活動にも取り組んでいるようです。過去にチャリティーイベント参加の一環で夫婦揃ってアフリカ東部のザンビアを訪れたことがありました。そこでホープという名の9歳の少女に出会います。彼女は HIV 感染者で、将来的にエイズ発症の可能性があり、家もなく食事が確保できる環境もなかったそうです。そんな実情を知ったカーショーは、2011年シーズンが始まる前にホープズホームという慈善事業を行うことを決めました。ザンビアで病気と戦う子どもたちのための募金活動は、カーショーが三振を一つ取るたびに100ドルを寄付するというものでした。こうして始まった2011年シーズン、カーショーはキャリアハイの248奪三振をマークし、初めて奪三振王と最多勝に輝きました。人を助けたいという思いが過去最高成績の原動力になったと想像できます。10年以上経った今でも活動を続けているというカーショー、これからの活躍にも期待したいですね。今回の動画は以上です。今回の件、あなたはどういう感想をお持ちになられましたか？ぜひコメント欄に感想をお寄せくださいませ。またこの動画がいいと思った方はいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もぜひご覧くださいませ。